ビルパントは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。パリ中心部から北東へ、約18キロメートル、ペイド・フランス地方の心臓部にあたる。コミューンは域内を通る A104 道路によって南北に二分されている。1900年頃のサナトリウム・ビルパントとは、ラテン語のビーシャ・ピクタから派生した。穀物生産の盛んなペイド・フランス地方の中心に、あり。 新石器時代から人が定住していた。古代、この場所には、ガリア系のパリシー族が住んでいた。9世紀以降、この地は権力を持つサンドニ修道院のものとなった。修道士が建てた、要塞化された住居が1387年にあった、ことが分かっている。17世紀、ビルパントは、パリのブルジョアであるビニョン家の田舎の家となった。1650年、 ビニョン家はルイ13西洋式の赤い城と呼ばれた邸宅を建てた。11ヘクタールの公園に囲まれたこの邸宅は1880年に修道所が買い上げた。1年後、邸宅はサナトリウムとなった。1920年代初頭、パリから北のソワンへの鉄道停車駅がコミューン北部にでき、最初の住宅団地が作られた。 1920年代から1930年代にかけ、コミューン面積の7%が都市化された。これによって、コミューン南部の都市化は、休館地、小屋、孤立した、別荘、庭園からなることなる種類のものが混ざり合ったものとなった。初期の人口流入時にはしばしば困難な状況に置かれた。1960年代からビルパンとは、 第2の大きな転換期を迎えた。農地に461ヘクタールにも及ぶ都市開発ゾーンができた。1982年、パリノールビルパントコンベンションセンターが開業し、現在は展示会場が24万6千平方メートルになっている。また、シャルルドゴール空港に近接して、ビジネスパークのパリノール2は4つのコミューンに広がる面積を持つ。 ありがとうございます。